ねじゃあ。はい、始まりました。徳島キッチン。はい、はい、始まりました。徳島キッチン。先日、はい、大阪湾で、はい、OSG さん、はい、車屋さんね、はい、とやった釣りのやつが、はい、届きましたね。2日3日ぐらいで届きましたので、はい、どこにいるんでしょうか。届いたやつがこちらにどこにいるんでしょうか。あります。はい。はい、たわし。はい。解凍できてるかな。一応冷凍で送ってもらいました。はい。はい、よくしょ。おお。これブリ。ブリです。これな、分かるようにタグつけてやつかな。うん。俺釣ったやつにね、白バつけておいて。あ、ね、女の子とはね、もっとこんぐらいあった。でかかった。俺釣ったのそんな巻きがなかったもんね。ちょうどこのくらいのサイズ。ね、こんぐらいぐらい。うん。でもね、結構厳しい日やったみたいやけど、うん、後からね、そう、午後からが釣れめちゃくちゃ釣れるね。午後からの潮が良かったから、ちょっとぬめりを洗おうかな。じゃあぬめりちょっとお外でおさばきだけして、で今日は今日何作ったおう。まあね、簡単というか、うん、代表的なブリ大根、ああいいね、作りたいと思います。はい。なかなかね、そんな言うてさ、ブリ釣れた時にそんなせんもんね。うん、そう、まあ、1回ぐらいしかやったことないかもしれない。ブリ大根の作り方一応見ましたので、はい、はい、そちらを元にやっていきたいなと思います。任せた。はい、昨日俺、カンパチのあらだき作ったよ。しかもそれ圧力鍋で作ったんですよ。はい、はい、めちゃくちゃうまかった。あ、美味しかった。あ、うまいもんね。あとちょっとニンニク入れてね、美味しかった。じゃあ、お腹を出していきたいと思います。はい。結構ね、しっかりね、血抜き、うん、なんかこだわってるっぽくて、その息子さんかな、塩ちゃんか。塩ちゃん、うん、このね、息子さんが泉佐野市にある、うん、塩ちゃん硬さ、ここそこは硬い。もう、イカと一緒の感じになっとってね、大阪らへんのところ、骨の骨のあらやら、まあ、冷凍できとっけね。はい、ゾーンやっちゃいますからね。やっちゃいます。いっちゃって。分かってんな、こうって硬い。うん、なんかね、普通のお魚さんの感じじゃないね、なんかシャリシャリ感。シャリシャリぶり。シャリぶり。あ、でもね、切りやすいっちゃ切りやすいかも。身にするときは切りやすいかもしれん。溶けてるところは溶けてるね。うん、うん、外身は。うわぁ、ダイナミック。うわ確かにちょっとこう取るけん散らばらんね、うん、内臓が。よいしょ。おー、じゃあここちょっとまあね、晩酌にでも。はい、だって兜的な。あら、ふとかくのなかったもんね。ちょっとすいませんね。あ、すいません。この辺はちょっと流してもらいましょうかね。はい、いい。あー、でも大トロ分厚いな、サイズにしては。このサイズにしてはね、え、蓄えとんね。うん、タチウオ食ってるならうまいんじゃねえか。何食ってる青物が一番うまいですかね。カマスかね。カマスじゃない。カマス。でもなんかやっぱ言われるのは味食ってるやつがうまいっていうね。いや、臭みとかもないし。カマス食ってるぶりやばかったもんな。ね、あれがもう印象強すぎて。ぶっ飛んでた。あれぶっ飛んでた。まるまるやったしね。まるまる、ラグビーボール。あれかもしれない。何食ってるってよりも。その栄養価の高い状態の時は食いよいやつがうまいやろうね、やっぱ。うん、やっぱでっかい冷凍したら美味しくなる可能性もあるんだよな、お魚。キジハタがまいそうと思うな。キジハタ丸ごと冷凍したらめっちゃ美味しかった。ひさらくさんが持っとるここがガリ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 ってするなんか金沢市みたいなのが欲しかったよね。あれめちゃくちゃ取れてますもんね。あ、ブロコ。あ、そっか、ブリ大根。そうそう、皮白銀じゃなかったもんね。そっか、皮のまんま食うとか、ブリ大根って。
ハゴか、あ、ハゴかやな、なんか、うん、そうかな、なんか、確かそうね、皮ごと、うん、皮がね、吸い取ったもんね。確かに確かに、あ、トロントロンなるもんね、身と皮の間ので、皮剥ぎます。で、皮ついとかんとボロボロ崩れるやんね。あ、うん、あの、やりづらいね、身ば開けんけんさ、うん、あ、こう取るけん、なんかね、骨に当たる感じがなんかあんま分からん感じ、あ、感じ、うん、ガッチガチ、ここ、これちょっとすいません、水でやってガッチガチ、こう硬さ、ここも水は長い、研ぎますね、あ、一気にあばら取るパターン、そういうことね、ちょっと研ぎました。もう身がちょっと俺、あれ思い出した、みこしこぶ、ここね、ちょっとここね、カッチカチやけん、これも使えるけん、解凍したね、そっか、あばらは逆けん、こっち全部身か、そうです、うん、ナイスナイス、気持ち気持ち気持ち、うん、ほら、断ち切った、よいしょ、おー、キムより上手にね、さばけた。俺さばいてないけど、はい、はい、それでは、はい、じゃあこれをぶつ切りにしていきます。お、ぶつ切り、なんかね、見たやつはすごい斜めに綺麗に切った斜めにね、はい、あの、本当に四角のイメージがある、本当言うと、あの、なんかな、ここの骨、こいつを取らずに、あの、このなんか年輪みたいなのがこうちゃんと見える、うん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 、こうお腹のとこあって背中、うん、っていう感じで切ってやったけど、あの酒の切り身みたいなね、はいはいはい、そこなんです、そこなんです、ただなんかな、多分鯉よりもうちょっと小ぶりなやつしてんじゃねえかな、あで鯉で、うん、下処理の方法が、それではじゃあ説明しましょうか、ね、はい、じゃあお願いします、先生、はい、こちらをですね、うん、あのまず塩をファーッと振ってください、ここに、はい、振ってはい、そんぐらいで、で、置いて、置いて、こういう下処理大事っぽいよね、うん、あの、特に青物は青物特有のあの臭さがあるらしいので、あ、もうわーっとかけて大丈夫です、塩をかけまして、ホッチ、いや、ホッチはね、もうあの、中に入るぐらいで十分です、あ、そうなのね、はい、じゃあ中にで、はい、じゃあ移動します、はい、ちょっと中に移動します、はい、それでは、お湯が沸きましたので、はい、こちら、こちらに、あ、で、材料がですね、はい、シンプルに大根と生姜、はい、ちょっとさ、これ、はい、で、これちょっと、はい、米尾くんに皮など剥いてもらおうかな、はい、で、まあ、いちょう切りでいいみたいです、はい、で、塩をして数分経ったやつにお湯をかけていきます、おー、これ水は、これ水は大丈夫です、水洗いだけで大丈夫そうです、で、このうわ、お湯をかけてシューッとすることでなんか臭みが取れるそうです。大根どのぐらいの厚さ、大根約1センチと書いてありました、じゃあちょっと捨てますね、はい、ここに入れまして、ここの中でよく水洗いをお願いします、うん、でした、言われが起きよるね、で、なんかな、こう余分な油、うん、とかもここで浮いてくっけんが、何度も水を変えてねって書いてありました、このひと手間が美味しいんやろね、やっぱね、まあこんな感じでもいお魚さんの処理はバッチリ、お砂糖で、お砂糖を使うときにはあのみりんはいらないと書いてありました、うん、あの酒とお砂糖でほぼみりんっていう、でまず水を加熱しまして、こちら大根を先に、はい、入れていきます、先に大根煮立たせていきまして、身を入れていきます、
全部入らんかな。ちょっと余った材料はまた入れようかな、後で。お酒入れます。はい、お酒はたっぷり入れます。だいたい水と11ぐらい。ここで生姜の、これなんていうんですかね、薄切りまあまあこんなやつ、うん、こんなやつを入れます。お砂糖、なんか砂糖の茶色くなったね。うん、なんかね、こっちの方が美味しいって。お、いい感じね、宗男くんが。お、生姜ちょっと細か方がよかろうが、細か方が。で、これアクを取りながら、うん、とりあえず煮立たせていきます。はい、で、この今、水とさお酒を入れてますけど、水分で、これが半分ぐらいになった時にお醤油の出番。お、はい、なので半分ぐらいまで待ちます。はい、だいぶ煮立たって約半分ぐらいになりました、はい、水分が、はいはい、で、はい、ここで醤油、何やったかな、大さじ4やったかな。うーん、まあ約こいつで2杯分ぐらい入れとこうかな。そうそう、はい、ちょっと最後に小さじ1ぐらい砂糖を、はい、お身にかけながら、はい、じっくり育ててくださいとのことでしたので、はい、じゃあ最後育てたら、はい、完成なんで食べていきましょうかね。はい、とったですね。お、じゃあここで止めて。おいしそう。盛りっけは、おいしそう、胸押しに盛りっけばしてもらおうかな。おいしそう。大根がね、ちょっと煮るのに、うん、ちょっとだけ急いじゃったんで、たらーっとかけてもらって、はい、かけて手からせんばね。確かにね、水とお酒、うん、結構な量入れたけど、みりんは入れたんですか。いや、入れてない。入れてないか。うん、飛ぶのは早かった気がする、お酒との一対一が、うん、じゃあ、最後にちょっと乗ってたんで、はい、まあ、ちょっと乗せます。キャンセイ、完成。食べていきましょう。食べていきましょう、はい。それでは、はい、よいしょ。大阪ぶり大根、ぶり坂、食べてみたいと思います。はい、いただきます。いただきます。丁寧に作ったね。いいね、しっかり。おしょ、大根ちゃんもいただいて。いただきます。いただきます。うん、うまい。うん、うまい。死んどる。うまい、死んどる。うーん、結構ね、言うて煮付けするなら結構短時間で、うんうん、やったけど、うまい、すんげーうまい。甘いですね、うん、甘いのがうまいもんね、うん、甘いのがね。ぶり大根じゃなくて、このやり方はなんかのどぐろの煮付けかなんかで、あ、それをさらに、のどぐろの時はこういうの中間ぐらいで煮らんばやったから、うん、うまい。うんうん、ちょっと汁っぽく、うんうんうん、そっちの方がのどぐろの美味しさとかも飛ばずにできるみたいな感じで書いてあって、でそれをよく煮詰めたら、ぶり大根こっちの方がうまいんじゃないかでしてみたら美味しかったので、うん、これめちゃうまい、うん、試してみてくださいということでしたので、うん、材料もね、ほんと大根と生姜、うんうんうん、あとお魚だけでできますので、うん、はい、いやー、こりゃね、マリモも来たよ。ぜひまたね、釣りに行かれると思いますので、うん、OSDG さんたちも試して作ってみてください。はい、はい、じゃあ今回は、はい、いろんなことが、はい、ちょっと言えませんけど、はい、あった遠征でしたね。そうね、いろいろ楽しかったですね。はい、はい、じゃあまたちょっと大阪にも遊びに行ったりね、はい、大阪の街の方にも遊びに行ったり、はい、行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらカフェオレヨカでしょう。全国のイトーヨーカドーさん、夢タウン等で販売しております、はい、ぜひお買い求めください。はい、ご視聴ありがとうございます。釣りヨカ坂ヨカではキッチンカー、ゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣りヨカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。